準決勝チロルズなんかわかんないけど、うん、カイパートの準決勝準決勝です。レフト、アツシさん、ライト、東さん、レフトバック、レイカさん、ライトバック、ミホです。5対6で勝ってます。最上級生の東は全くチームを引っ張ってないみたいな。レイカがただただ引っ張ってる。レイカさんが引っ張ってくれてるらしいです。やっぱ帰って寂しいね、これ。カイパート寂しすぎるね、うん、誰も来てなかったから来ました。ありがとう。八木さんたち負けたんですかね。あ、わかんない、勝ち上がっとったん。あ、カイで勝ち上がってました。あ、八木たちもカイだったんだ。はい、ことにチーム。何、もしかしたら決勝チロ同士かもしれないのか。どうだろう、ナイスキャッチ。なんかもうちょっと盛り上がるようなプレーが欲しい。いいですね。見えてくる。誰のチームやった？中井さんのチームです。 あそこに負けました。マチャさんのとこか、はい、でも18まで頑張ったんですよ。あ、そうなん。どうですか、なかなかじゃないですか。あ、なんか最後だけ見たや、なんか見ました。最後頑張ってボンボンって言っとったね。はい、逆風の中サーブ打ちました。そこが勝ち上がるもんな。まあずるいわ。自分たちで組んでますからね。11対9でチェンコです。これ相手同好会ですかね。同好会っぽいね。ですよね。普通にうまいよね。レフトの人あれでした、交流。レフトの人が部長やったのかな。わかんない。なんか結構同好会で前に立っとったような人じゃなかったっけ。わかんないけど、あの人と一緒に試合した。普通にうまいよね。うまい。見てこら。風がなくなりましたね。確かに。うまい。うまいっす。ぼやきはしとるね、東。ぼやかしとったんや。めっちゃしゃーないなって聞こえない。誰がですか。東。ぼやき。おー、うまいやね。そこから打つ。なんとも帽子が個性的。邪魔そうや。で、特に帽子のつばで日陰は
顔にできているわけではなく意味ない。してるし、あれあれ意味なくないですか。ただのおしゃれやね、あれ。あ、おしゃれか。だってがっつりがっつり日当たってますもん。うん、普通にね、何の意味ない、ね。何の意味も。あと意外と10、17か。開いてる。かなチロティのカラーですね。水色、黄色、オレンジ。今年決めないかんやろ。違います。あれ、ゴールデンです。あ、3年生が一つだろ。チロティの青が欲しい。青？青。あ、そうなん。はい。なんで？青が好きだから。あ、そういう理由、うん、デザインじゃないか。青は自分の色。青が好きだからです。そういう理由か。はい。今年何色かな。何色だろう。もうね、色がないですね。そろそろ紺色とかに戻って。紺色ですか。ケミさん、わかる。わかんないです。いつの時代か分からんけど、それが。2年生はあれか、パーカーか。20代にこの手負けです。お疲れ様です。こっち。